エベレストは、フォードモーターが製造、販売している7人乗り中型 SUV である。中型ピックアップトラックのフォードレンジャーの派生車種である。フォードとマツダの合弁会社である、太陽国のオートアライアンスタイランドにて生産が行われ、アジア太平洋地域を中心に販売が行われている。インドでは、エンデバーの社名で販売されている。 1998年から2006年まで製造された5代目マツダ B シリーズ、フォードレンジャーをベースとする。2006年を発表。同年3月にバンコク国際モーターショーにてデビューしたレンジャー、マツダ BT-50 をベースとする。2009年にはレンジャーに追随してフェースリフトが行われた。エンジンはいずれも直列4。 気筒化変ジオメトリーターボ付きコモンレールディーゼルで 2.5L が最高出力1 0 5キロワット、最大トルク330ナノメートルを発揮し、3.0L が最高出力1 1 5ット、最大トルク380ナノメートルとなる。トランスミッションは5速 MT と5速 AT、駆動方式は FR 及びオードとなる。2011年に発表されたレンジャー T6 をベースとする。 2013年8月13日にオーストラリアで先行コンセプトが初公開され、翌2014年4月の北京モーターショーにも出展。同年11月13日に市販モデルの概要が発表された。新型エベレストは2015年より中華人民共和国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、南アフリカ共和国、アセアン地域にて順次市場投入される予定である。 エンジンはいずれも、可変ジオメトリーターボ付きコモンゲールディーゼルで、直列4気筒 2.2L が最高出力 118kW、最大トルク385ナノメートルを発揮し、直列5気筒 3.2L が最高出力 147kW、最大トルク470ナノメートルとなる。トランスミッションは、セレクトシフト6速 AT が組み合わせられる。駆動方式は FR 及びオード。 ありがとうございます。